やー宮島桟橋綺麗だったな。鳥居は今修理中だし、でも今日はいい天気で涼しい。もうちょっとで宮島本島到着ですね。
いやー人少ないね、平日だし。はい、宮島到着しました。小魚がたくさんいる。
ありがとうございます。ではまず大会ということですので、ヨネちゃんから開催宣言一言お願いします。一言です。ありがとうございます。さあ続いてはヨネちゃんオープニングセレモニー、さあこちらのよいしょシャボン玉のプレゼント、今日はね綺麗にいけてますね。これね上手に鼻で拭いてますので鼻水がついてます。触らないようにしてください。さあシャボン玉も綺麗にできましたので、まずは競技の前にウォーミングアップをしたいと思います。よかったら皆さんも一緒にやってみてください。まずは手首の運動からいきたいと思います。では手をブラブラしましょう。ブラ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 、ありがとうございます。じゃあ反対もブラ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 、ありがとうございます。さあ次は体をひねっていきましょう。皆さん腰に手を当ててください。ひねりますよ、せーの、ひねって反対側もひねって、最後1回もひねって、よし上手にできましたか。じゃあ最後は皆さんは腕を大きく回してください。ゆねちゃんは全身を使って回りたいと思います。ゆねちゃん回って回って全身使って回ります。さあ器用に準備体操ができましたので早速競技に移りたいと思います。さあまず行うのはここに置いてあるバーベルを使ってウェイトリフティングに挑戦です。さあまずはねこれを見やすい位置にちょっと置いていきたいと思います。あ結構重いですね。よいしょ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 、あここら辺でいいか、よし。じゃあまずは皆さんの前に私がどうしたのヨネちゃん、あれもしかしてこれヨネちゃんがやりたいの、えでもこれ結構難しいからちょっと難しいかもしれないけどやりたい、ヨネちゃんやりたいの、わかったすいません皆さん、ちょっとヨネちゃんがやりたいみたいなのでちょっとね一回ヨネちゃんにやってもらいたいと思います。じゃあヨネちゃんこれできるかな、お願いします。あれ覚えちゃった、ヨネちゃんこれさあのこんな簡単に持ったら皆さんもさあの軽いって割れちゃうからこれ持っちゃダメだからね、ダメだよ、もう皆さんもねこんな空気になっちゃったからね、もう行こう次行こう、よし。じゃあ皆さん次はヨネちゃんも大得意な円盤投げならぬ円盤キャッチに挑戦したいと思います。さあこのピンク色の円盤ヨネちゃんキャッチします、いくよせーの、よいしょ、バッチリ取れました、ありがとうございます。さあさあ円盤キャッチもバッチリ決まりましたのでヨネちゃんの出番は一旦ここで終了となります。皆さんどうもありがとうございました、ありがとうございます。さあですがですね、まだまだアシカさん登場します。続いてやってきてくれるのはカリフォルニアアシカのマイコとクルミです。さあマイコちゃんとクルミちゃん、ヨネちゃんよりもベテランのアシカさんですのでかっこいい戦い見せてくれると思います、お楽しみください。じゃああとはマイコちゃんクルミちゃんよろしくね。はい、ここからは私たちが頑張っていきたいと思います。私の隣にいるのはカリフォルニアアシカのマイコ、反対側にいるのは同じカリフォルニアアシカのクルミです。ではまず2投目挨拶をしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあクルミちゃん、はい、ここからは私たちの熱い戦い見せていくよ。どうぞどうぞだよマイコちゃん。じゃあ何からしていく、まずじゃあまず、うん、もう目の前にハードルが用意してあるでしょ。ほんとだ、ね、だから早速だけどハードル層からやっていくっていうのはどうかな。いいね、楽しそう。いいでしょ。じゃあマイコからやってもいい。マイコちゃん自信あるの。いやちょっとね実は練習してきたんだ。じゃあ頑張ってみて。わかりました。さあ皆さんマイコにですね注目しててください。最近頑張ってマイコ、いってらっしゃい。1回、2回、3回、どうすごいでしょ。すごいねマイコちゃん。
かった、じゃあ次はくるみの番ね。では、いきますよ。位置についてよーい、ドン。いやいや、くるみちゃん、なになになに、いや、全然止めてないよ。いや、待って、くるみも言いたいことがある。なに、なんで皆さん拍手くれないの。あ、皆さん拍手が、拍手が起きましたけど、ちょっとあれかな、皆さんびっくりしすぎてもらえなかったのかな。いや、ちょっと皆さん理解が、ね、できなかったのかもしれない。やっぱりね、ハードル層はね、飛ばないと、くるみちゃん。あ、ダメ、詰めるんだ。ダメだよ。じゃあ次はちゃんと拍手もらえるように頑張る。あ、次はね、実はね、用意してるんだ、バスケットボールで勝負しようよ。バスケ、バスケ、え、ニアスオリンピックってさ、何、ラグビーじゃなかった。いや、ラグビーじゃない、バスケットボールだよ。うっそよ、グルミにこれしか練習してきてないんだけど。うっそ、そしか用意してないの。そうだよ、一生懸命1年間練習してきたんだよ。どうしよう、じゃあ、あ、いいこと思いついた。何、じゃあ、ちょうど後ろに2つゴールがあるから、うん、あそこのゴールにどっちが早くシュートできるかっていう勝負しようよ。あ、いいね、わかりやすいじゃん。でしょ。うん、ではバスケットボール、ラグビーボールでですね、頑張っていきたいと思います。さあ、いきますよ。さあ、マイクちゃんね、準備大丈夫かな。位置についてよーい、ドン。頑張って、マイク。頑張り、くるみちゃん。あれあれ、水中滑りでしょ、くるみちゃん。え、だって水中だねって聞いてないし。え、待って、マイクちゃん早くない？あれ、あれ、マイクちゃん、よかったら
させていただきたいと思います。ではまずですね、アシカさんのお箱の投げ方を説明していきます。まずアシカさんの前まで立ったらこの箱を大きく振って見せてください。それとアシカさんこっち見てくれますので、見たと思ったら枠を下から上に優しく投げてみてください。それとアシカさんキャッチしてくれます。ではまずはクラミちゃんからお願いします。はい、じゃあまずお姉ちゃんから頑張ってもらおうかな。こっちの正面まで取れる？ここまでどうぞ。大丈夫かな。はい、まゆこちゃんからの素敵なお礼を愛を込めた投げキッスのプレゼントです。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それではですね、明日たちの熱い戦いはここまでにして、ここからは閉会セレモニーとしまして、明日たちのかっこいいジャンプを最後披露していきたいと思います。ぜひ皆さん最後まで楽しみください。はい、それではここからはくるみとまいこで枠振りジャンプに挑戦です。それでは3回連続で飛んでいきますよ。せーの。さあ頑張っていきます。まずは1歩目、続いて2歩目もジャンプ。さあ最後しっかり頑張って、皆さんはプールの横から出てくる2本の周りに注目してくださいね。さあ、これも息を合わせて頑張りましょう。せーの。さあ、まずは1本目ジャンプ、続いて反対側もそれ、これもバッチリ決まりました。さあ、それではいよいよ最後です。最後はヨネちゃんも呼んでいきましょう。ヨネちゃん。さあ、それではヨネちゃんの仲間に加えて3本でボールジャンプに挑戦です。皆さんは降りてきた3つのボールにご注目くださいね。さあ、3本一致合わせて頑張っていきましょう。いきましょう、せーの。さあ、3本揃ってジャンプ。さあ、明日たちの熱い戦いはいかがだったでしょうか。そろそろ皆さんとはお別れの時間です。ぜひまた宮島の明日たちに会いに来てくださいね。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。どうでしたでしょうか。今回は宮島観光、宮島に行った気分になる動画をお送りしました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。